っくりしていてね。こんにちは。本日もゆっくり神社へようこそおいでくださいました。解説のゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。今回紹介、解説する神社はこちらです。東京都千代田区にある、三崎稲荷神社です。おお、このチャンネルで人気の稲荷神社だな。こちらの三崎稲荷神社は、水道橋駅のすぐ近くにある神社ね。水道橋といえば、東京ドームや遊園地で有名なところだな。そうね。ただ、三崎稲荷神社は水道橋駅から東京ドームとは駅を挟んで反対側にあるのよ。なんだか都会の中にある神社にしては、すごく気味があって神聖な感じがするのぜ。こちらの神社は創建も古く、仁安の頃と言われているわ。仁安は1166年から1169年までのことを指すのよ。この神社も歴史が深いんだな。ただ、創建から幾度かの返還の後、明治38年に現在の場所に換座されたそうね。都市開発や戦争、災害で、返還されたりなくなってしまった神社も多いみたいだからな。それでも、こうやって現在まで存続している神社もあるから、いかに人々に愛され、信仰されてきたかが伺えるわよね。この神社は太平洋戦争時、本殿以外を焼失してしまったんだけど、昭和38年に復興再建したの。これが復興記念碑ね。そういった歴史もあるんだな。駅から神社の目の前の通りは、この通り三崎神社通りというわ。そして、ここの地名も三崎町って言うんだけど、これは三崎から来ていて、かつてこの辺りが海沿いで三崎だった場所にこの三崎稲荷神社が建てられたことから名付けられているそうよ。神社自体が地名にもなっているなんて、驚きなんだぜ。こちらも境内にある道中安全祈願碑ね。江戸の頃、参勤交代で途上する諸大名が必ずこの神社を参拝し、心身を清めたため、清めの稲荷とも称されていて、参勤交代という長旅の無事を祈ったことから、時代が変わって現在まで、旅をする人々が多く参拝していく神社となっているの。そういえば、この撮影の時にイギリスの方に声をかけられて、参拝の方法を説明したんだよな。あの人にとって、良き日本旅行であるといいな。そうね。声をかけられた時は、ちょっと驚いたけど、素敵で安全な旅行であってほしいわね。それじゃあ、一緒に三崎稲荷神社を参拝していきましょう。この通りが、三崎神社通りね。この神社の鳥居は大きくて立派なんだぜ。よろしくお願いいたします。境内に入っていきましょう。入ってすぐ右手に記念碑があるんだぜ。ここが手水やね。柄杓を使う形式のやつだな。手水屋の反対側が社務所ね。今回もちゃんとここで許可をもらったのぜ。さあ、参拝していくわよ。大都会の駅前にある神社とは思えないほど、雰囲気のある素敵な神社なんだぜ。ありがとうございました。今回もまた、素敵な神社を知れてよかったのぜ。ん？しかし、ここにはお狐様はなかったな。そうね。来歴がお狐様のいる稲荷神社と異なるからね。なるほど。だから一般的な神社と一緒で、狛犬様がいるんだな。皆さんも、旅行や遠出をする際、もしくは、この近くに来た時はぜひ、参拝に来てほしいわね。それじゃあ、まとめに入っていくわね。1、神社名は三崎稲荷神社です。清めの稲荷とも呼ばれています。2、こちらの神社のご祭神様は、鵜飼の御霊の神、須佐之男の神、
大市姫の神、大物主の神です。3、こちらの神社のご利益は、旅行安全、合格祈願、商売繁盛です。4、こちらの神社の所在地は、東京都千代田区三崎町2の9の12です。JR 水道橋駅から徒歩で約2分です。5、江戸時代の参勤交代時に諸大名が参拝したことに始まり、現在まで旅の安全を祈願する由緒ある神社です。南極探検時、隊員がお守りを身につけていたことも有名です。一覧です。こちらの神社を訪れる際の参考にしてみてください。神社は、歴史や物語、逸話なんかがたくさんあって、知れば知るほど魅力的に感じるのぜ。そうよね。どんな神社にも、そこに生きた人たちの願いや思いがたくさんあるから素敵よね。これからも、魅力あふれる神社をたくさん紹介して、少しでも皆様に知ってもらえるように精進します。今回の解説は以上となります。次回は茨城県にある神社をご紹介する予定です。見たい、知りたい神社があればぜひコメント欄、ツイッターまでお願いいたします。よろしければ、チャンネル登録、高評価、次回見逃さないために通知オンしていただければ幸いです。それでは、また次回お会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。